カズマのちゃーん<ー>というわけで今日も始まりました「長野市議会議員小泉一マのいちゃん」。「小泉一マトークチャンネル」メインパーソナリティーは私小泉一マでございます。さて今日は議会初日でありましてね小泉もねなんか張り切ってやったら張り切った結果が出たということで一発目 「談合に優しい町長野」というタイトルでいこうと思います。団合ね。団合っていうのはあれですよね、あの企業同士がこう話し合ってね、あそこでちょっと今契約探してるんだけど、じゃあこの額でちょっとあのそんなに安くない額みんなで出しておい,おいしい思いしようねみたいなそういう談合ですよ、いわゆる談合。で富士通って って知ってますよ、ね、あのパソコンなんか作ってる富士通ですけどもそこがね談合しちゃって「公正取引委員会がダメじゃないですかあんたも」ペケペケっていうことででねこれねあのこんなこれねなんと公正取引委員会のホームページにこんなね親切なのがありまして。 あのー、東京電力が、ね、発そしたらなんかね見積もり合わせしようと思ったら富士通と NEC と大井電機が談、ね、合しちゃってで富士通はね課徴金2億8千万円払えよっていうことで言われちゃったんですね。でそれを受けてねじゃあ自治体はそれをどういうふうに処理するかっていうと指名停止って というこすするんですよつまり入札とかねそういう契約おっとっとっと契約とかその契約の前段階にあんたは参加させませんからねってそういうでねあのー、これ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 ねこんな具合なんですよねな長野市もねやってるんですけどこれ全国の。 中核市でちょっと小泉ね状況を調べましたんでこんな感じなんですよね。でザザッと見ていただくとこ,ここ、ね、結構丸ついてるなってこれ丸が何かついてるなというのだけをちょっと見ていただきたいんですがこれこれ長野市ねこれ長野市ね。でこれ丸ついてるのは何かっていうと指名停止は長野市よりも早くやった中核市です。 で長野市はねいつかというと8月1日なんですね7月12日に公正取引委員会が課徴金納付命令排除措置命令っていうのを出しましたで感度いい自治体はねあ7月12日じゃすぐやろうってことでもう7月12日即日ね決済取って指名停止ってことをやるんですよでそういう自治体ね中核市の中で3つ4つありましたこれすごいなと思って見てましたで長野市は 8月1日なんですよで、ね、8月1日って、ね、どのぐらい遅いかっていうとこれ見てくださいちょっと小泉がっかりしちゃったのはこれぐーっと下の方寄ってくるとね長野県とか松本市ってあるんですよねこれ長野県よりも松本市よりも遅いんですよ、まあ、長野県より遅いなしょうがないしょうがないっつうかまあまだわからなくもないけれど松本市にも遅れを取っている県の都それが長野市です。

というわけで、団子に優しい町、長野っていうのが実は我々の町だっていうことです。だからね、団子したい企業さん、どんどん長野市に来てくださいなんちゃって